香港チャンネル。パパ活疑惑みたいなので自民党を辞めた議員覚えてらっしゃいますか？あ、覚えてる。細野さんにずっと負けてた人やろ。そうですね。比例やね。そうです、ね。で、まあずっと雲隠れしてて、うん、釈明もせず、うん、記者会見もせずで、うん、まあボーナスだけもらってみたいな人、ね。辞めてないんだろ。辞めてないです、議員はね。国会出んのかいな。まあそうなんですね。ふざけたやつやな。それがですね、うん、最近ですね、うん、ブログを更新して、うん、今回の問題について言及したということで、週刊誌の報道について、うん、我が身の不徳の致すところであり、心よりお詫び申し上げますと。週刊誌で18歳とされた女性とは、今年5月に、利用した接待を伴う飲食店で出会ったと。その接待やと思うのでお前クラブか、まあ、キャバクラかラウンジかガールズバーとかね、うん、それを言えよ。そうですね、何接待を伴うってそんなもんねえ、はっきり言うたらいいですね。キャバクラやったらキャバクラって、うん、そう言わなあかんのに、あのな、国会議員とかそんなんて、うん、やることな、そんなことで挙げられて、うん、その時だけ接待を伴う、それを飲みに行く時そういうの、接待を伴う飲食店に行けへんって、ね、で、女性は、従業員として議員を接客し、ホステスやろ。そうですね、ホステス。何やねんこいつ。飲酒もしていたことから20歳以上であると認識していましたと。また女性と2人で飲酒した際に、女性が大学1年生や18歳と発言していたことについては、先の席で働く女性が身元を知られたくない等の理由から、年齢や所属先、出身地などについて正確なことを述べないことはよくある話でありますから、私としては真に受けることもせず、なるほど、大学1年生という設定なのね、と受け止め、軽いノリで会話を合わせていたというのが実情でありますと。あれや、雲隠れしてた時にめっちゃ一生懸命考え、設定を考え。この人比例しか受からんわ。この人自分で評判ないわ。これ、この人ももともと繰り上げ当選ですからね。ああ、落ちたんだ。はい。4回から5回くらい連続でずっと落ちてて、今ね。間に受けず、そういう設定か。あおかいよね。そんなもん。な、ね、そんな、どこがお前そんな道理通んねん。そういうテーマとか設定で、ね、うん、よくあることやね、うん。だからそんなんお前、毎回そういう、そういうで、鵜呑みにしてた。そうですね。鵜呑みにはしてないって言うとんのやろ。そうですね。設定やって言うと。設定や。もう必死でも考えて。受け止め。軽い会話を、まあ、で、軽いノリで合わせてたみたいなね。合わせてた。合わせてたんじゃん。わかるやろ。大学1年生で。で、そこのな、飲食店は、接客を伴う、はい、そういう設定をして遊ぶとこなんです。そうなんですね。もう行ったろか、そこ。で、その、女子大生の子も、うん、もう、インタビュー受けてんねや。受けてますね。うん、どこの店に行ったのか、静岡、東京か。東京ですね。ほんで、何、ホテル行ったのどういうこと？これね、うん、さらに女性に4万円を渡し、いわゆるパパ活と報じられたことについても、うん、週刊誌が報じた女性との飲酒は、店のいわゆる同伴に付き合ったものだとし、素人の方が個人的なお付き合いをすることの対価としてお支払いしたものではなく、店に勤務される方の欠勤に対する給与相当額の保証としてお支払いしたもの。ああ、弁護士ついとんな、これ。なあ。弁護士ついとるわ、これ。雲隠れて。ほんで、弁護士もな、こういうことを言うた方がよろしいよって、こう行きましょうってやったね。店の保証っていう手にしときましょう、みたいなね。って思いますよ。誰が見てもなんかもう言い訳というかね。言い訳しかなれんな。ほんで、家族おんねやろ。そうですね、うん、娘さんもいらっしゃるね。まあまあな、娘さんとかそういう方々に胸張れるようにした方がええと思うし、でもともとこの方あれやろ、実家とか金持ってはんねん。あ、そうですね、うんうん、まず国会議員が未成年に飲酒させてあかんやん、まあ、そうですね、そやろ、うん、法を作る方の人間が、うん、あ、アウト、はい、このおっさんアウト、はよやめなはれ、あ、ね、もうやめろやめろっていうことやろうな。で、やめへんっていう。ほんで、これ、ずうずうしいよな。
税金もって。結局、私悪うございませんって言ってるんだよ。そうそうですよ。で、逆にもう逆切れして、その、載せた週刊誌を訴えるって言ってるんですよ。なんでやねん。いや、ほんまに。訴えてええねん。まあそうなんですよ。訴えてええねん。お前さ、ふざけんなよっていう話やろ。うん、いや、どう考えても飲酒させてんやろ。それがそういうノリかもわからへん。事実、その子は嘘ついてて、うん、もう。で、騙されたと思って、うん、でも飲酒させてんや。うん、でも一回、そういう設定なんか中が、いや、そこは、いや、俺国会議員やから18歳ってあかんやん。そうやめなさいよ、それ。うん、そんで、ほんで確認を取って、うん、じゃあ設定って。うん、そうですね。やれや。うん、な、はい、免許証見て、あ、二十歳ですね。うん、じゃあいいです、ね。いうとこやろ。うん、ほんなら、そこの店もあかんや、うん。そうですね。その店、その店訴えやなあかんのじゃん。うん、な、うん、っていうところやから、まあ、まあ一生懸命やったらええと思いますけども、まあこれは本当に、何がまかりとも何でも訴えたらええと思うの。ねえ、ほんまに。ホテルの過ごした件については一切触れてないって。あ、そう。はい。まあね、どうなんかなとか思いますわ。うん、ああやはり、実際相手が嘘ついてたとしても、うん、現に18歳やねんから。そうですね。ね。これ、裁かれんのじゃん。うん。まあ、ね、一応法律にね、違反してるし。うん。そうやろ。で、何それ、だから全部おかしいですよ。週刊誌さんって言うてんやろ。うんうんうん、でも18歳やねやろ。それ20歳やったら別にええよ。そうですね。うん。うん、で、でも、18歳の女子大生の子が言うてんねやろ。喋、うん、ってんねやろ。そうですね。でも行く方も行く方やけどな。うん、まあ両方やねんけども、まあ、あかんよな、うん。あの、未成年と恋して何が悪いっていう50歳の、50代の国会議員もおったな。そうですね、10何歳ね、言うて。なあ。何を言うとんねん。だから、あの、判断つけへんから、未成年で保護者のな、うん、同意書とかいんねやろ。だから、恋愛すんのいいけど、親の同意書もらえや。なあ。そんなんでございます。バカらしいでございますわ。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。